ついに羽生結弦さんがプロ転向後初となる期待のアイスショーファンタジーオンアイス2023幕張公演が開幕。初日には一新された華麗なオープニングや大盛り上がりのフィナーレも見ものとなっていましたが、なんといっても羽生さんのソロにファンの方々が歓喜しています。この日のお昼過ぎには座長である羽生さん自らが公式 SNS に登場し、皆さんこんにちは、羽生結弦です。いよいよ今日からファンタジーオンアイスが開幕します。皆さん準備はいいですか？僕も緊張しながら、そして練習もたくさん積みながらここまでやってきました。ぜひぜひ皆さんに楽しんでいただけるように、ファンタジーのメンバー全員で頑張っていきます。どうかファンタジーな夜を楽しみにしてください、と素敵な笑顔で手を振る動画が投稿されると、世界中のファンの方々のテンションが爆上げ。当然のごとく超満員となった会場の幕張イベントホールは開演前からお祭り騒ぎ。遠方から集まったファンの方々で会場は熱気に包まれ、中には雰囲気に飲まれたのか、買うつもりなかったけどグッズを大量に買ってしまったという方々も。そんなワクワクが止まらない中、おなじみのテーマ曲に乗りオープニングがスタート。フォーメーションは一新され、ファンの方々の予想に反し福原美穂さんの生歌に乗り、羽生さんとハビエル・フェルナンデスさんが肩を組み舞う場面があると湧き上がった歓喜の声。また羽生さんのプロ転向もあり2プロを期待していたのですが、近年同様大トリでのワンソロとなった羽生さん、そのコラボ相手はやはりダパンプの ISSA さんとキミさんで、曲は USA と共にグループの代表曲の一つであるヒット曲の IF。 華麗な羽生さんのスピンに合わせ曲がスタートすると、キレッキレのスケーティングで会場を魅了。特にラップの部分では速いテンポに合わせステップを見せると、最後は前後に開脚し華麗にフィニッシュ。その瞬間、会場から割れんばかりの拍手と歓声が送られていました。さらにグランドフィナーレでは ISSA さんの USA に合わせ華麗に群舞を見せてくれたスケーターの皆さん、会場のテンションがマックスになり、その演技ももちろん話題となっていたのですが、ファンの方々をより沸かせていたのは羽生さんのスケスケ大胆衣装。このイケ散らかしの演技や素敵な衣装をご覧になった会場のファンの方々からは、羽生さんとダパンプのコラボ本当に最高で鳥肌立ちました、こんなにかっこいい羽生結弦が存在していいの、何ですか、あのけしからん衣装は、といった声が寄せられていました。そして初日公演終了時には羽生さんから途中で関東地方で発生した地震に関し、地震怖くなかったですか、気をつけて帰ってください、また来てくださいね、と優しい言葉がかけられていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。いつものオープニングと違うけど、羽生くんはいつも通りかっこよかった。羽生さんがオープニングからイケイケのノリノリで煽ってくれ、全力でみんなを楽しませてくださってた。ハッピーでポップな感じの福原さんの曲、オープニングは予想が外れた。前半は羽生くんオープニングのみだったか、福原美穂さんの生歌でずっと氷上でハビとイチャイチャしてた。羽生くんオープニングでハビとペアになってくるくるしていたんですが、夢じゃないよね、くるくるが可愛すぎた。
羽生さんとダパンプのコラボ IF 本当に最高で鳥肌立ちました。ラップも全部ステップでめちゃくちゃかっこよかった。この池散らかしはやばい。リズムにももちろん、ラップまでバチッと音ハメすごすぎ。大歓声で耳が痛いくらいだけど、幸せすぎた。やばい、超絶かっこいい。会場見たら全員なぎ倒されてたよ。突然のレイバックで打ち抜かれた。あれは死ぬ。みんな気をつけて。半端ないかっこよさでした。こんなにかっこいい羽生結弦が存在していいの？毎回過去最高更新すんじゃん。そして私の言語力は平常運転。最後はやっぱり USA。 すごい盛り上がりで最高だった。何ですかあのけしからん衣装は。羽生くん、ウエストえぐいね。みんなよだれ垂らしてたよ、きっと。フィナーレの衣装はお腹と背中は黒でスケスケ。おへそや腹筋透けて見えましたけど、ごちそうさまでした。今年は羽生さん2プロありうるかなとも思ってたんですけど、一級入魂でしたね。途中の地震は羽生くんも怖かったろうに。あなたの優しさに会場の全員が泣いて。大洪水だわ。羽生さんが最後マイクで、地震怖くなかったですか？気をつけて帰ってください。また来てください。って言ってた。